なりました。アウェー岡山先制です。23分、宮崎 PK。 ここでの PK、まあ、本当選手としては緊張する場面ですからね。ベジョン一回しないです。ラテつけた深いところ、上条出てきます。マイナス斉藤だ。こぼれ球シュート、追加点。最後決めたのは木山。まあ、ここで上条選手が少し股を狙って、斉藤選手シュートし、こぼれ球最後しっかりと冷静に流し込みましたね。これなかなか難しいですけどね。前に選手もたくさんいますし、はい、スライディングもここでしてきますから、これ見るほど簡単なシュートではないですね。ちゃんとしかも左足でしっかりと狙って浮きながらのシュートを決めましたから。井上がニアに行きました。その奥に来た。セカンド上条だ。先制点。上条の今シーズン初ゴール。スイングのボールを一旦ここ跳ね返しはするんですけど、ボックのその外で待ち構えてた上条選手が、まあ、ほぼフリーな状態でしたからね、はい、近くに相手選手2人は駆け寄ってきましたが、ボール落ちてくるのを待って、はい、足を振るというよりもしっかりボールに当てに行って、若干ドライブかけて、角度を変えた上条だ。決めた上条。ミドルシュート。やはり役者、右足振り抜いた上条、1点を返す。手元の時計で62分、1点差。ゲームは分からなくなってきました。素晴らしい、この狙いのパスでダイレクトでこのシュートですよね。これは愛媛の方は意表を突かれましたね。このアプローチが遅れたんですよね。はい、ニアサイド弾き出した。その後引き出す。追いついた岡山、プロ初出場引き出す。素晴らしいゴール、劇的同点だ。岡山がアウェーの地、貴重な貴重な勝ち点1。最後岡山に彗星のごとくヒーローが現れました。ここでヘディング競った後ですよね。完全にフリーにしてしまいましたけど、素晴らしいシュートですね、はい、ここでフリーにした愛媛、少しアプローチ遅れたんですよね。でもこの引き田のゾーンの前にと中へこぼれていって、さあシュートを狙っていく。決まった。決めたのは下口。詰めていました、岡山下口。ボールも相手も味方も全員見えるところに立っていましたね、でこのボールの状況を見ながらね、ここに入っていきましたね。冷静に決めましたね。ここでこぼれたボール、川本が山本、そしてここで中に出して決まった。長い距離をね、これ川野選手がね出ていくんですよね、はい、これが良かったですね。でその後折り返し、木村選手が相手の背中からよく前に入ってきて、右足ですよね、よく合わせましたね。そうですね、全く迷いなく右足振り抜きました、木村。素晴らしい。今スタンバイをしていますけれども、まずどちらで決めるか。奥本できました。低いボールですが、ここは突き刺しました。岡山素晴らしいシュートを決めました。まず徳本のゴールに向かっていくこう低いボールでしたけど、はい、いいボールがまず受けれたのと、まあ、それに対して山本が反応してこのダイレクトシュートですね、はい、まあ、簡単にシュートしてますが、はい、なかなか技術の高いシュートになりましたね。山本の今季初得点で岡山が先制。
中にボールを入れてこようというところ、川本が狙ってくるな、どうか、決まった、同点、川本移籍初ゴール、同点に追いついた岡山、まあ、最後ね、ここでこぼれ球を拾って思い切って右足振り抜きましたね。もうこの時点でもうゴール意識してたんじゃないですかね。そうでしたね、コントロールして顔を上げた時にはもうキーパーの位置を、ね、見ていましたよね。そうなんですね。川本左足打ってきた、決まった、すぐに追いつきました。今日も決めました、川本里央、町田戦に続く同点ゴール、ものすごいレンジ。いや、すごいシュートでしたね。ここでボールをもらって、こう迷わずシュートに行くところが前節からの流れを組んでるなって気がしますよね。ここでシュートを振り切れるのはなかなか自信がないとできないと思いますし、この左足を思い切ってシュートに行くところ、素晴らしいゴールでしたね。縦につけた白井、今度は左のサイドチェンジパスから下口のクロス、ヘッド、セカンドボール、シュートを決めた、岡山1点返しました。引田雄斗のシュート、いや見事なゴールでしたね、展開このゴールですね、宮部選手からの、まあ、そこからここで、まあ、このボールも非常に良かったですよね。下口選手からいいボール、早く低くて速いボール、いいボール上がりましたね、まあ、そして最後ここも大のセットプレー、松本ディフェンスです。決められるか、岡山、木山が決めた、今シーズン初ゴール、いや2ゴール目、木山、古巣松本で貴重な先制点、3試合ぶりのゴール、岡山。このね、コーナーキックからのこぼれでしたけどね、一度クリアして再びね、白井が上げてこぼれ球をね、木山が落ち着いて胸で収めて、まあ、吹かさないようにしっかり打ち抜きましたよね。まあここで打たせてしまうと木山の左足っていうのは正確ですよね。見事なゴールでしたよね。細かいパスで繋いでいって左、川本、上城、前を向く、進入してシュート、追加点、上城、今シーズン3点目。まあここでボール動かしながら上城がここいいポイントで受けましたね。あとは対応しに来たこの米原をうまくかわして、まあイメージ通りだったでしょうね、ファーサイドからマックシュートですね。先ほどもねミドルシュート打ってるんで、いい感触っていうのはあったと思いますよね。まあ、それも生かして今度はしっかり外側から巻いた見事なシュートでした。松本ボールすぐに始める、ただこのボールがこぼれて山本、追加点3点目、山本ひろき、古巣相手に途中出場で結果を出しました、今シーズン2ゴール目。ここもねスローインのミスからでしたね、松本の奪った後もう上城からシンプルに山本を使いましたね。山本利き足の左足ではありませんでしたけれども、まあ、逆にね それがうまいことこう相手の、ね、股を抜けて入るような形でしたね。宮崎、木原から中央へ木山、もう一度宮崎、ワンタッチで出して前を抜く、上城だ、先制点は岡山。このパスの時点ではオフサイドではないですけど、この宮崎清良が触った時点では出てたように見えましたけども、シュートは低く抑えたいいシュートでしたね。逆サイド、サイドネットに突き刺していきました。上城、ああできることもありますからね。さあ上城前を向く、上城から広木、広木から中に足元のボール、さあシュート、ポストに当たる、跳ね返って上城、
崎選手がねコースに当たって跳ね返ってきたところ、もう一度上条選手が思い切って右足を振り抜きましたね。そうでしたね。いいところにねボールがね降りてきましたね。いや非常に厚みのある攻撃ね、防戦一方になりますからね。あー、守りながらこうやってね、こうカウンターを前からマイナスのボール、さあシュートまでいけるか、かわしていって白井決めた。追加点岡山2対0。下げたところ川松選手がプレッシャーかけてここで奪うんですね、はい、そこから白井選手1人かわして右足でニア上ですね。川本選手もねよくマイナスのクロス見えてましたし、いやもう非常に絶妙なコースですね。いやこれはもうゴールキーパーサイバー動きませんでした。に対してさあ白井が中、さあどうだ木村決めた。粘ってね、白井選手からこのターンがキレがありましたね。はい、左足に持っていくようなコントロールの仕草から右足持っていってね、うまくターンして右足、今取れないですね。最後はゴールパフォーマンスも見せてくれました木村。回った時上条1点返した岡山、まあ、うまくねここから、フリックね上条選手に上選手うまかったですね。この辺り、ねかなりねコーナーキック回数ありますからね。しかし課題守備の山口、さあどうだヘディング決まった。岡山先制、最後押し込んだのは上条。シーンです。阿部選手ですね。ユーク選手の前で、あ、ももで押し込んだんですね。そうですね、上条右もも膝のあたりで押し込んでいきました。